感じじゃないですか、これ。これ、ピタリっぽい。ピタリ。ありがとうございます。ナイス。買ってあげてよかった。無理せず。冬は無理しないこと。冬は無理しないこと。無理せず。はい、ナイス。オッケー。オッケー。素晴らしい。よし。ナイスです。大学ゴルフ部とかってどういう日々を送るんですか？私 の、 あの福祉大は、まあ、当時女子は寮なかった、今はあるんですけど、で男子寮しっかりあって、あすごく素晴らしい環境だなと思ったのは、そのアプローチ練習場が完備されてて、はい、70ヤードぐらいのこうネットになってるのかな、でグリーンが2つあって、でそこからもう芝から常にアプローチできる、20時間電気もつけられて、24時間、まあ、そういうところで松山君とかも育ったと思うんですけど、松山君と同じ、松山君と同じ学校勉強不足ですそう、松山君も東北福祉だったんです、で当時その東北高校っていうのも実は一緒にそのアプローチ練習場で練習できたので、あの宮里愛ちゃんとか東北高校の宮里愛ちゃんとか、まあそういう皆さんその環境で育ってる福祉大のそういう練習施設があって、じゃあ毎日クラブ握ってたんですか？多分大学当時は毎日握ってるんじゃないですかね、みんなね、学生ゴルフ部はやってると思います。で週に 2,3 回のラウンド、まあ、ただ福祉大はもう基本的にはもう自己練、自主練、もうやらされるというよりかはやったもんだけ、やった分だけ自分に成績につながる。そうそうそう、バーディーチャンス、バーディーチャンスが来ました。めっちゃ切れる、めっちゃ切れる、すごいね。ナイス、ありがとうございます。しっかりしっかりしっかり大事ナイスショー、ありがとうございます。上がらないね、まあ、そうだろう、上がらない。ちなみにベストスコアはいくつなの？ベストスコアが67かな、ちょっとかなり前で、ゴルフ部の時とかですか？うん、6年ぐらい前。あ、全然最近じゃないですか。そう、その時はそれね、なんかサマンサタバサの後のあのプロアマ、うん、サマンサタバサ後のコンディションのままの回れる時期ってあるじゃないですか、はい、あのツアーの次の日、次の日とか、はいはいはい、でサマンサティーでやらせてもらった時に、じゃプロと同じティーで、そう、すごっ、やっぱりグリーンとかがめちゃくちゃ速いから、速くて、なんか多分調子が良ければパンってちゃんと芯に当たったら入るんですよ、そういう日って。あ、じゃあイーグルポイントでサマンサティーのトーナメント5。そう、すごい、めっちゃ最近はい、今そういうレッスンプロをやってるじゃないですか、うんはいはい、そもそもは教える人じゃなかったじゃないですか、はい、プレイヤーがすごい上手いのは分かるんですけど、うんうんうん、それとまた教えるっていうのはまた全然違います。もうね、もう全然違くて、まあ、もともと私今のケイズの主催の上村啓太プロに習ってて、はい、でそこからケイズのインストラクターになったんですけど、うんうん、実際そのいろいろ伝授されるじゃないですか、ノウハウを、レッスンの、ね、もうね、難しくて、もう全然自分がやるのと人に伝えるっていうのは全く違うお仕事っていうか、ものだなっていう。上手い人が教えるのが上手いとは絶対限らない、ね、そう、うん、結局レッスンで上手いかどうかって伝えるのが上手かどうかだと思うので、本当に一から勉強して、勉強したんですか？しました。でそのどうしたらどうなるかをちゃんと考えないと、どういう風になったからスライスが出るとか、どういう風になったからフックが出る、なんとなく体で自分の中で覚えてたものを
言葉に伝える、こうできてたものが、そう、言葉にすると結構長かったり難しかったりして、そうなんです。でもそれを極力短い言葉で分かりやすくっていうのがテーマだから、まあ今でも難しいんですけどね。いや難しいと思いますもん。レッスンする人ってやっぱすごいなって思います。左は見ない。これもやばい。あー、もう全部同じ方向行くっていうか、あっち向いてる。はい。まあ広そう、広そうなとこに行った。レッスンに来る人って、うん、いろんなタイプの方がいるじゃないですか、はい、いますね、まあ、初心者からはいはい、はい、70代出したい人まで、そうですね、うん、なんかまあそれに合わせてじゃないですけど、気をつけることとか、例えば初心者の方だったら、はいはいはい、どういうことに気をつけて教えたりとかするんですか。やっぱり初心者の方だったら、まずそのゴルフをよく知ってもらうために、私たちってもう結構やってるから、簡単にグリップとか、なんかスイングプレーンとか、うん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 、このシャフトとかシナリーとかって使っちゃうんだけど、まずそういう、まず簡単なところから、うん、しっかりこう優しい言葉で、はい、誰にでも分かりやすく伝えるようには心がけてて、どうしても始めたてって何も分からないじゃないですか、握り方も振り方も分からないし、はい、多分そういう中でもちろんそれを教える仕事をしてる人っていうのは絶対的にそういうところはちゃんと教えてくれると思うんですけど、うんうん、その中でよりこう、これがこの棒がとか、この棒がこの面、この白いラインがとか、このラインがみたいな、まっすぐ向くようにとか、そうですよね、でもそういう一つ一つを丁寧にやって、あ、まあ、極力こうはてなにならないようにはするようにして、やっぱり最初ダメだと、ね、分かんないとつまんないと、うん、離れちゃいそうな気がするので、もう面白くなる前にもうゴルフいいやみたいな。そう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 、なるほどね。なるべく言葉は簡単にして、簡単にしてゴルフの技術とかに集中できるようにみたいな。そうですそうです。そういうふうには一応心がけてますね。打ち上げ165フォロー、ユーティリティで、乗りました。良かったです。ありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ。
チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。